建築音響工学が体系づけられたのは古典的に建築音響について考えられたものを除けば20世紀初頭からである建築音響工学は建物内及び建物外の間での音の電波について取り扱う具体的には雑音振動を抑える構造材壁床天井の材質の選択方法や 内装に反射板や吸音板、サウンドトラップなどを用い、音上の制御を行うことが含まれる。なお、電気音強行学の手法も、音上の電気的制御などに用いられることがある。防音技術には遮音、吸音の2種類があり、その技術は全く異なるものである。吸音とは、音を反射しないようにする技術である。必ずしも、 吸音する材料で音を外部に通さなくするものではない。むしろ穴の開いた素材が用いられることもあるため外部に音を通してしまうことも多い。遮音とは音を通しにくい物質で遮る技術である。基本的には壁の質量を増やすことで遮音効果を上げるが、それには限界がある。そこで壁、床、 天井を二重にすることで大きな効果をもたらすようにしている。また、浮き床構造にすることで振動を他に伝えにくくすることも行われる。なお、少しでも音を通しやすいところがあると、遮音効果は格段に低下する。現在、建築音響工学は様々な分野で応用されている。コンサートホールや劇場。 映画館などの設計にも応用されている。工事現場や高速道路などには騒音を遮音するために、遮音壁などの建築物が設置される。また、逆に外部からの音を遮音するために、スタジオから一般的な建物まで、防音効果の高い壁が用いられる。ありがとうございます。